公共曲へ、町長ケアンハング223は、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトが1765年頃に、ロンドンで作曲したと考えられている、公共曲。この公共曲は失われたままとなっていたが、1980年に、レオポルト・モーツァルトによる写符が発見された。表紙には、ボルフガングが9歳の時、すなわち1765年に作曲されたと、記されている。 しかしながら、レオポルトはしばしば息子の年齢を実際より低く宣伝していたため、この記載からの年代の推定には疑問が残る。再発見されるまでは、ブライトコプフーンとヘルテル社のアーカイブと、公共局第4番に町長計19の表紙3ページ目に記されたインキピットのみが知られていた。 この表紙はこの曲といまだ失われたままとなっている公共曲派長長ケアンハング222を飾っていたものである。この曲はケフヘル目クロク第四版作成時点ではまだ未発見であった。この公共曲はモーツァルトが一家で旅行中の1765年2月21日、もしくは5月13日にロンドンのヘイマーケットシアターで行われた。 演奏会の最初の一曲となったと思われる。曲の再発見以後の初演は1981年3月23日にミュンヘンのノイ・エピナコテークの新建屋の開館に合わせて行われた。オーボエに、ホルンに、弦楽合奏現代のオーケストラで演奏する場合は、低音部を増強するとともに、 通奏低音の役割を担わせるため、可能であれば、ファゴットとハープシコードを編成に加えることも通常行われている。第2楽章において覚えは全休止となる。全3楽章。演奏時間は約12分から14分。曲には、ヨハン・クリスティアン・バッハからの影響が伺える。出典。ありがとうございます。